今回注目しているのは友軍の英姿です。武力プラス6という軍では圧倒的な上昇値に速度低下も 0.8 倍と緩め、速度を補える強化との相性が良さそうです。伏兵は誰に当てても同じなので早めに出したいです。来たぞ、一斉攻撃。地位が回らんデカブツめ。また天下に波紋が起こる。そりゃそりゃ、かきくん、キャー。失礼。残酷だな。てめえ、俺の銭を。結構結構。器が小さいの。やってやるぞ。自分の命を軽く扱う者に人の命の重さが分かるわけがない。失礼。放て。放て。放て。金ならある。これで見逃しか。失礼。残酷だな。高みの見物と行くかの。やれ。劣勢は否めんか。失礼。ちょうど妨害が切れてしまいました。かなり危うい展開です。不滅の心で七に立て。失礼。器が小さいの。やめ。俺が守らない。再び潜み不意をつけろだ。来たぞ、一斉攻撃。てめえ、俺の銭を。城を解放する。米に全力を挙げろ。
む時です。不動不変、不滅の心で死地に立て。勝利の栄光は目の前ですわ。攻守の刑は、味方にかけたい場合は敵部隊を入れてはいけないので扱いにくいですが、四季さんなので優遇軌道には向いていると感じています。死守せねば。愚かな敵を見誤ったかしら。やってやるぜ。てめえの命は安すぎるんだよ。形式上逆転はしましたが、相手の動いてなかったら、とならない、両一発最長の差で勝ちにします。てめえの命は安すぎるんだよ。残酷だな。ここまでのご視聴ありがとうございました。続いて2試合目です。2試合目のお相手は、かなり将軍の方の匂いがするデッキ、警戒したいところです。わかった、捕まえたぜ。家が回らんでかぶってね。まさか。
結構。果たしてわからん者は鉄拳制裁。もう不意をつけろだ。満潮は3倍速のため初速迎撃に入ります。やり前での一時停止を忘れず。むむ、なんたることだ。ひどい扱いよな。再び潜み、不意をつけろだ。結構結構。来たぞ、一斉攻撃。行こう。お前まさか。満潮は3倍速のため初速迎撃が入ります。やり前での一時停止を忘れず。行こう。自由を磨き決戦に挑むのです。勝利をつかむのだ。ここで元優が発動できなかったのはかなり痛いです。負け筋が生まれました。攻撃。
これで見逃し。ああ、もう、これじゃ地味だぜ。むむ、なんたることだ。遊軍演出良いです。ここまで見ていただきありがとうございました。